今回は本日から始まりました夜桜さんコラボ、これをねガチャ引かせていただこうかなと思います。ただその前に本日から開催されましたこのログインビッグこれがありますんで、これ一発だけだとねちょっと動画にするほどの、まあ多分 1,2 分くらいで終わるから、まあ、ちょっとここでやらせていただこうかな。え、終わり？あ、やべこれ引きますかみたいな、そういうの一切ないのね。でこれでオーブ、ん、あ、押すのけ、はい、押して何個石、ここでさらに稼いで夜桜さん用の石をね稼がせていただきたく存じます。お、お、お、来た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 、これ10個、10個はでかい、いや塚原いや今から双葉引いて天八やるんじゃ。あ、でも結構石もらえてるな。え、結構もらえてないこれ。1,2,7,8,9,19,20,25,6個ぐらいもらえてない。で、こっちは10,1,2,3,4,5,15個。あ、15個でもまあまあまあ、それなりにはもらえてる。まあ、これでエンドレスドアーズの、まあ、ある程度は回収してくれましたよ、みたいな感じ。ただ、限定は限定全然ね。じゃあ、それで受け取って終わりですよと。で、もう一個。まあ、サブ機もね、ありますよということで、まさかこれ受け取るボタンタップで始まるとは、私思わなんだ。で、結局、オーブも、まあ、言うても差は10個、20、10個程度しかないから、できればキャラがね、いらねえ。それ喜ぶ人別によるんじゃ。来い！限定！ん？いや、アポロ X！ いや、別にいらないっすわ！振る！いや、モンスト昔からやってたら1体は持ってるんじゃ。で、石も結局、まあ、10個ぐらい、こっちも、まあ、ああ、そうだね、10個な、10個20個ぐらい。やっぱ、10個の石はそんなにもらえなんだね。まあ、そんな感じで、じゃあ、ログインビッグプレゼント。まあ、ありがとうございました。これ、3週連続キャンペーンの第1弾なんでね。まあ、似たようなものが、あと2回ありますよということで。で、あとは、この、エンドレスドアーズもちょっと、ここで石回収しておこうか。どうかな？お！あれ、どっちだっけ？もう、見たらわかる通り、私も何も考えず、サブ機で、2-2 で分けてるだけだから、特に当てようなんて考え、さらさらないんだよな。で、残り、お！ 21 人。意外と30人からちょっと残ったな。じゃあ、適当にこれ残しといて。じゃあ、はい、じゃあ、いろいろと準備終わりましたよということで、夜桜さんコラボ、ガチャ、やらせていただこうかなと思います。まあ、アニメもね、とりあえず、タンポポ編の方を優先してアニメ見てるんで、そっちの方、まあ、今のこのね、キャラの、この開花とかしてる SS の演出とかもね、こっちのタンポポ編の話だから、そっちをちょっと今アニメで優先してみてるんで、で 1.2.2 でってんで、いつも通りで狙いのキャラやるときは今回はピックアップありますので、ちょっと待っていただいた方がいいですよということで、じゃあガチャ引かせていただこうかなと思います。で、調べてみたけど、夜桜さんのコラボはソシャゲ界初らしいですね。やっぱモンスター本当に初物大好きだからいや、もう初物取ったら寿命が、はい、100日伸びるって言われてるからね。で、コラボ確定はなしと。あれ、これか、演出したの、あ、何もない。まあ、とりあえずでもね、星4号、ピニャコラーダ。とりあえず星4号で止まるから、よしょ、シオン。と、ケンゴ。あ、はいはいはい。まあ、これらが出てきますよと。いや、でもこれ、ケンゴの声優さんが確かね、5等分の風太郎の声やってらっしゃる。お風太郎の声やってらっしゃる。これあれだね、ついでに声取ってるパターンのやつね。そしてとりあえずこれ4号回収できたんで、ここから止まったら、あ、お、これ私の、いや、久々にメインに、よーし来た、いや、とりあえずよし、結婚しましたね、これで。とりあえず太陽ゲットと。で、このイラストがね、あれね、アニメのキービジュアルから持ってきてんのかな。いや、こういう細かいのがわかると、やっぱアニメ見てよかったみたいな。普通に出てきたら、あ、太陽出てきたで終わりだけど、これイラストが、あ、キービジュアルのやつやんけみたいな。で、そこまでやれると、いろいろわかって楽しいみたいな感じね。や、お、はやっと気づいてくれた。いや、おい、面白い、や、めっちゃ面白い。これ確定です、これでしょ、きっと。うわ、これオリジナルでもやろうよめちゃめちゃいい、これ復活演出やん。おい、ついにパチンコ実装してきた。パチンコと一緒やで、これゆらゆらしてる数字が止まったら復活、ゆらゆらしてるのがね、本来止まるはずが止まらなかったら、いや、パチンコの復活になりますよ、みたいな。やばい、これ、めちゃめちゃいい、この演出。いや、一生残そう、これ。
いや、この確定いいな。いや、なんだよ、逆の方に行くっていう、あれ。シンプルすぎて気づかんわ。おい。いや、でも逆にこれだから、普通に爆死しても終わらない可能性があるっていう、ことでいいよね。いや、楽しみ。そしたら、爆死しても楽しめる。いや、いいガチャになってますと。で、とりあえず止まってくれて、あ、誰？あ、あれか。なんだっけ、サルバじゃないし、サルワじゃないし、サロワじゃないし、赤マナフじゃないし、なんだっけ、こいつの名前。なんか嫌な予感しか、なんかイラスト見たときに、これ赤マナフ系統のキャラじゃないって内心思ってるんだけど、あ、サワロか。サロワじゃなくてサワロか。で、これ押したら、はい！あ、はい。いや、まあこういうこと。でも逆に言うと、星玉からはこの演出が出ないっていうことでいいのかな？それとも、いや、そうだよね。星45のキャラが進化してるから、ここから出るときは、だから伏せ姫が、これスーパーレアだけど、ああ、ならんと。だからこの確定演出は多分10連専用確定演出かもしれないね。それはそれで面白いな。こういう復活系は今までなかったから、いや、それをオリジナルでやっちゃうのね。はい！ここでも何もなし。あ、そうか、一番最後だからね。ここでは何もなしと。あ、そういえば私アニメ見てと思ったんですけど、白蛇さん実装してくれませんか？白蛇さん実装してくれません。いや、私ね、夜桜さんの漫画で、あそこね、あそこ、アマテラス初めて使う。おっ！おっ！ああ、やっと気づいてくれた。三島春子消えるの？うわ、くたま！いや、でもこれ人によっては、うわー、私、三島春子欲しかったんだけどなーっていう人が、ショック受ける確定演出かもしれない。もしかしたらそういう人もね、万に一つはいるかもしれないから、ちょっとそういう人はドンマイかもしれないです。はい。止まっていって、止まっていって。いや、でもこれ、双葉は、あ、でも双葉もまあ、一応あれか。どうなんだろう。まあ、マドカアルファ声みたいな声も、なきにしもあらずだけど、まあ、声はしないんだよな、絶対。あれはさすがに私も、あでも、あおゆっか、そっか、通常の確定演出しかないから、来い。で、前回の5等分と違って、この演出できたら確実に、誰かが出てくると。あー、オッケー、太陽。で、あとは、京一郎か。京一郎出てきて、やばい。あ、これ私嫌な予感してきた。京一郎お兄ちゃんだけ出てこないかもしれない。いや、ここにむつみいるよ、みたいな。いや、隠されたむつ子のむつみいるよ。はい。いや、どうなんだろう、これ5等分と絡めてむつみとかやってんのかな。今んとこほら、あの、5等分も、12345でで、そのキャラクターの名前に数字入ってるし、はい。その、夜桜さんのキャラも、キャラの名前に数字入ってる系統の名前の付け方じゃないですか。いや、どうしよう、12月もその系統だったら。ガンダムウィングコラボとかないっすか。どうしようかガンダムウィングコラボ単体でやってきたら、まさかの1年間にコラボ、ガンダムコラボ第3回やりますよ、みたいな。また双葉。あれ、京一郎お兄ちゃんだけ、こんだけ言ってるのに出てこない。どうしよう、これ。おい。頼む。とりあえず、京一郎お兄ちゃん、そろそろ、ここにむつみいるから、むつみいるから、はい！頼む！頼む！京一郎お兄ちゃん出なくて、マジツラタン！何もなし。一応でもこれ、爆死しても星4個、おピノキオ、さっきピノキオいたから、これ怪しい。ここ押したら、シュイーンってなって、はい。あ、でもそういえば今んとこシュイーンってなったの、両方とも、あれよね。モンストのオリキャラの星4個だから、どうなんだろう。コラボの星4個出たら、そこからは変更しないのかな、はい。っていうか、ケンゴが、ケンゴが変わるんだったら、ケンゴ星4個から変わってもいいんじゃないのってちょっと思わなくもないけどね。あれ京一郎お兄ちゃんあれお兄ちゃんちょっと待って、お兄ちゃんあれお兄ちゃんお兄ちゃんちょっと待って、お兄ちゃんお兄ちゃん来ない、どうしよう、頼む、ちょっと待って、どけ頼む、ちょっと、双葉と太陽はもうどけわしが欲しいのはお兄ちゃんだぞ。ちょっと待って、これ死にそうな、ちょっと待って、これダメだったら左2つの弾まず死ぬんじゃが、あれ双葉、特に私、これ、この2号の端末、なんか出たっけ星6。コラボ星6、見て。あれ、見てないよね。頼む、これ押したら、あ、一応双葉いるのか。で、星玉。で、これは特に何も起こらないから、どうなる、星5、6から変更することあるのかな、頼む、ここで、京一郎くそあ、そう、これ完全にさ、僕、あの、今回のホームの回数の話だ。あのね、今回の用意したキャラクターは、これね、実はヒアシンスの声優さんって、
太陽と同じらしいんですよね。これウィキペディア見て分かったわ。で、マビノギオも太陽の生産。で、ダルタニャンの、アニメの方のダルタニャンの声が、むつみの声やってますよということで、これ準備してますと。で、エクスカリバーとか天元様はこれ、京一郎お兄ちゃんの声。で、ネズコとラプラスの声が、双葉の声やってますよということで。で、残りは、あと、心臓、シオン、ケンゴの声優さん、それぞれね、並べてありますということで、やらせていただきます。で、ただ問題何も出なかったの。どうしよう。とりあえず、総合非会所から、一回、ちょっとお兄ちゃんは、今日の、ビリミスクで、ちょっと、最低でも2体。3体入れたら強いのかな。ちょっと何体入れが最適なのかはわかんないけど、ちょっと最低でも2体以上は持っとかないと、結構まずいです。というかメインは絶対毎回ね、コラボをコンプしてるんで、これは引かなきゃまずい。あと今回の星4号は結構強めなんで、ちょっとそこも気にかけておきたいところであります。何も起こらない。何お、いやー確定か、祝福じゃないんじゃ。これだと普通の、止まったら今日一の確定だぞよ。頼む止まってくれ。今日一のお兄ちゃーん太陽あー、ちょっとそっと少しそっとしておいていただけますか、夜桜むつみさん。もう、ちょっとむつ、もうええかな。まあ、とりあえず今度の霊絶に刺さる可能性が6つにあるんで、とりあえずメインで2体引けたのはもう十分。あと双葉も2体いるから、あと京一郎お兄ちゃんを2体引ければ、もう2体引ければ完璧。おー来た。いやーでもこれあれなんだよな、被る可能性と被らない可能性どっちもありますよということで、出てくるのが京一郎なのか京一郎なのか太陽なのか双葉なのか全くよくわからない。もしかしたら心臓も出る可能性もあるかもしれないということで、誰のことは誰だ、心臓よーし、オッケー。キモ進化前ない、これか。キモ。いや、まあ、ある意味、これでね、京一郎というキャラクターがどういうものなのか、速攻でよくわかりますよというものが背景で伝わりますね。まあ、むつみも似たようなものなんですけど、背景が、まあ、むつみになってるか太陽になってるかみたいな、そんな感じになってるね。よし、とりあえず京一郎をサブ機で確保しましたと。で、じゃあサブ機はコンプできましたということで、あとは、じゃあ、残り3端末でええかな。はい。で、星玉も溜まるんで、あと、京一郎メインで1体と、もうこの持ってないサブ機で、1体ずつで3体でいいや、3体。はい。まあ、ビリミスク以外での京一郎お兄ちゃんは多分そんなに使わなさそうな感じがあるんで、お願いします。止まったら熱い。あ、死にそうな。よし、よし、死なないな。多分、京一郎お兄ちゃん誰おののいもこだ、おののいもこ。女の子の名前の。頼む、もうこれ、私もう闇属性じゃん。もう、いもこ、アスカ文化しとけ。だから、もう頼む、これで、アスカ文化、アタック京一郎、京一郎出てきたら、もうあとメインだけでいい、メインだけでいい。京一郎、頼む、キモい、イラスト。これダメだったら隠し金庫からもう出してこないといけない。なんで京一郎一体ひろにこんなに苦戦してんだ。でも今回ピックアップ考えたらな、待ってられないんだよな。ピックアップの時に火がいいじゃんって言われたら、もうビリミスクが降臨に間に合わない。そしてあと、復活演出全然ないっすね。まあ、あれがありきたりになると面白くないからってのあるけど、ただコラボ確定演出だからバンバン出してほしいの。お、来た！これ太陽持ってないっていう伏線あったっけ？ためとも。ああ、普段、工場引いてない、落とし穴がここにありけり。ああ、それじゃあ、隠し金庫からお金出してきたんで、これで引けなかったら、まあちょっとこの動画では終わりかな。裏で、まあ裏で動画撮りながら引いて、スパッと引けて動画に撮るほどでなかったら、まあ動画になんないし。あ、でも、あれだ、ビリミスクやんねえといけないから、2体目も欲しいんだよな。1体。いや、でも、戦争中は一体、だな、レンリスラーとクリアンスの方が強いのかな。多分、どうなんだろう、今のガチ最適。また双葉。いや、うぜえ、なんかこんなに工場たくさん出ながらやるの。やばい、これ、俺大ピンチじゃん。はっ。でも、ビリミスクの多分、最適パクムンだったら多分、どうなんだろう、清掃さんの、京一郎1か、また双葉、また双葉。双葉双葉超えてるんだって、もう。合わせて四つ葉やんけ。それ前のコラボや。頼む、ここに、ねずこいたらダメだ。ねずこじゃない、ねずこ。
ねずこじゃない。もうねずこはもういい。ねずこはもういい。あと、確定。いや、どうなんだこれ。コラボの星4個。止まらない。え？嘘、1.、え？ちょっと、1.2% 引くのにこんなにかかる？おい、これ、進撃の時のリヴァイが出なくてやばいぐらい。あれ？これ、京一郎引けてないような気がする。よっしゃ！頼む！ラルフ！これで！これでお兄ちゃん！頼む！どけ！どけ太陽！貴様！お兄ちゃんだぞ！来い！もう！だから少しそっとしておいていただけますか？夜桜光彦。もう、どうし。そろそろ任務終わりそうやわ。この この10年で引けなかったらさつ、ちょっともう動画も多分それなりに長くなってそうな感あるから。来い、よし、やって、これどうだ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 、頼む、お願い、頼む、マジにもう太陽出すぎてマジツラタン、頼む、ツラタンだから。止まってから、よし、止まった、いやそっちじゃない。キュッ、誰今のパネで、これ押したらなんかないね、押したらなんかないね、はい、なんだっけこれ、あれでしょ、なんかよくわからない伏線張ってるだけのキャラ、違ったっけ、なんかパワー型の名前が出てこない、なんかムツムネミツみたいな、あ、ルピナス、ルピナス、まあ、結構似てるな。もう闇のキャラばっか出るのに。まあビリミスクまでに引くかな。はい、じゃあこれ動画時間それなりになってると思うんで、まさかこんなに 1.2% 土壌にハマる。もうここに太陽むつみ4体いるじゃん。てか一番左のサブキも2羽しか出てねえじゃん。何これ。いや、こんな見たら分かる通り、分かった、これはもう運営さんが何々新春まで貯めとけって視聴者に伝えようと、私の端末を通して皆様に伝えようとしてる、まあ、そんな感じになってます。はい、終わります。ごきげんよう。